うん、はいこんにちは今日のタイトルは、7月21日日米合同委員会の存在と、対米従属からの脱却を問う、7月22日東京都知事選挙の当選の効力に関する意義申して主権者、国民による主権の行使というタイトルでお話をしたいと思っています。 えー、7月21日の日曜日に ISF 独立言論フォーラムのシンポジウムに参加させていただきました、えー。この日米合同委員会をメインに据えた内容だったんですけれども、最初に鳩山幸夫総理のビデオメッセージがありました。それから、えー、日米合同委員会 ではどうしてこのような形になっているかということを戦後の歴史も踏まえて植草和秀先生が分かりやすく解説をしていただきました。これは2回目の乳酸のホテル前のデモの時に植草先生が演説で説明してくれた内容にかぶりますので、こちらの演説のリンクも貼りたいと思います。それから吉田敏弘先生が、まあ、横田空域の書籍を私あの、紹介したことがあると思うんですが、これを執筆された先生になります。それからいつもデモを一緒にやっている海さん、川口さん、パストリッチさんなどが 登登壇壇さされれまました、えー、プラス原口和弘先生もご登壇されていますで私と今野さんについては数分だけお話をさせていただく機会があったので、まあえー、私は独立宣言をする必要がありますということを強く訴えさせていただきました。それからこれの続編的なものをですね先週公開しております。主権者命令書「売国傀儡日本政府を解体せよ」というものになりますで。ここでは私が年末から行ってきた情報公開請求17件のうちで、 取得できているものを、その取得した書類も貼り付けて公開していますので、例えば、 河野太郎がワクチン担当大臣ではなかった、そのような書類はないという厚労省の書類であったりとか、単に事務を調整する役割を担わせただけですよとする内閣府の書類なども公開していますので、まあ、そういうものを見ていただけたらと思っています。で、まあ、私はこれであのお金儲けをするつもりがないので、0円設定をさせていただいています。おそらく木曜の夕方ぐらいまでですね、ここが0円という形でダウンロードできると思うので、見ていただきたいと思います。ももともと Kindle 読み放題にしているので、Kindle 読み放題会員の方はいつでも無料なんです。でそれ以外の方については、えー、執筆者が3ヶ月に5日だけ無料にする権限があるので、えー、3ヶ月に1回5日間無料にすることを繰り返していく予定です。なので、この独立宣言の方と、外、えー、国外来日本政府を解体制を、まあ、これをセットで読んでいただきたいなと思っています。で、数日後にはこっちらの独立宣言の方うも、まあ、無料設定をさせていただける予定になっています。で、 紙で読みたいという方もいらっしゃるので、この両方ともペーパーバックという形で、オンデマンド印刷の形で頼んでいただくこともできますで。これは印刷料金が発生、印刷コストが発生するので、これはあの執筆者でも無料で設定することはできないので、印刷コストも含まれた価格設定をどうしてもせざるを得ませんので、紙が欲しいという方は、優勝で頼んでいただけたらと思っています。で 今日はですね、いつも私はこういうふうに、えー、社会政治活動の書籍を紹介しているんですが、ちょっと経路が違う書籍も紹介したいと思うんですね。それは、このパワハラをどうやって防ぐかということを書いた書籍があってですね、パワハラモンスターの取扱説明書っていうんです。なぜこれを説明したいかというと、お パワハラをしてくる人っていうのは、この人はやっても大丈夫だろうという人を選んで攻撃してくるわけですよ。まあ、それはいじめでもパワハラでも一緒でしょう。でも、それをされたときに、いやいやいや、何言ってんですかってこう拒否とか、反抗したら、やる側は、あこ,こいつ危ないなって、こいつにやると、あのこっちが逆にあの潰される可能性があるなって分かれば、その人に対してはやってこないわけですよ。で、この関係性というのが、 えー、この日米合同委員会をやっているアメリカと日本の関係で、日本は何を言っても言うことを聞くだろうと、どんな事件が起こっても、あそれに対して,して反論もしてこないだろうとなめられているからこういうふうになっているということですね。で、鳩山総理はこの、えー、ビデオメッセージの中で、同じ敗戦国のイタリアやドイツは自国法を駐留している米軍に守らせているということを説明されているんです。でこの内容はあの 矢部先生か吉田先生の書籍にも書かれていて、私も第6回目の乳酸のホテル前のデモでもお話しした内容になるんですが、これが重要で、なんでドイツとイタリアができていることを日本はできないのかと。これは日本が非常に積極的従属精神を持っているからこうなっているんだということを、えーえー、認識する必要があるんですね。だから、このパワハラの本で書いたように、ちゃんとノーと言いましょうと、ふざけんなって言いましょうということが大事である。 これは人とお人の関係においても、国と国との関係においても一緒ですよっていうことなんですね。で、植草先生もその内容を日本の独立の書籍などでも、まあえー、書いていると思うんですけれども。 日本側の支配者が積極的に属を、自分たちの利権を守るために、米軍にいてくれた方がいいというふうな人たちもやっぱりいてるわけですよ。そこの理解をした上でやる必要があると。でも僕は、それはですね、その支配者層が米軍いてください、アメリカにいてくださいということを言ってるけど、それに対しては、日本国民の信託がないですよということを、この独立、えー、宣言論の中に。 書いいてるわけですで、まあ、それは、えー、この中に書いているというか、第1回目の日米合同委員会の廃説デモで私はそれを言ったわけです、えー。日本の支配者が米軍にいてくださいということを言ったがために、米軍が、えー、世界に類を見ないほど広大な地域で長年居座り続けていて、日本を搾取し続けていて、その物理的なパワーによって、日本にソフトの部分の、まあ、経済政策のことについても言いなりにさせているということを言っている。 わけです。だから、えー、しかしそれは日本の支配層が望んだだけであって、国民はそれについて信任していません、そんな権利を支配者に与えて、日本の支配者に与えていませんということをここで言っているわけですね。で、まあ、5月31日の毛利秀徳さんの日本列島100万人プロジェクトの。 国会前のデモでも、私たちの私たち主権者は、日本を売る権利も、日本の国民の命を売る権利も、主権者にも行政機関にも与えていないですよということを私は申し上げたわけです。まあ、そういう内容からこの本は書き、えー、冒頭を始めるように書きましたということですと。 でえーまあ、この日米合同委員会の ISF 独立言論フォーラムの内容は、おそらく動画が公開されると思うので、まあ、それを見ていただきたいと思っています。で、次、月曜日にですね、実はこういうこともやっていましたということで、令和6年7月7日執行の東京都知事選挙の当選の効力に関するいい申し出ということをやりました。これは山口あずささんという方が代表として動いていただいていて、えー、非常になり込まれた法律的にも正しい文書を作られて、これを。 東京都選挙管理委員会に7月7日に出すということを、1週間ぐらい前に、今野さんにがフェイスブックでつぶやいておられたので、まあ、僕もそれに賛同して、これについては51人ぐらいの方が賛同者として名前を連ねて、それを、まあえー、この書類に書いた上で、選挙管理委員会に7月7日の9時に提出をいたしました。 それから11時にこれに関連した記者会見を都庁内の記者会見室で行っているのでこの、これをですね、私が撮影したものをちょっとここで流させていただきます。で、一部、ちょっと僕は口を入れながら、えー、説明をしたい、補足が必要なところは説明をしたいかなと思っています。で、1.5倍で十分なので、少し早送りでやらさせていただきます。7月7日に選挙が行われまして、まあ、小池氏がですね、第1回。えー 3期目のですね、えー、都知事に当選したということで、えー、今、えー、小池さんが都知事の地位におられるわけですけれども、そもそもですね、被選挙権がない方なのではないかという意義がありまして、こ、え、のー、指定を行いました。 えー、あのご承知のとおり、前代未聞だと思うんですけれども、選挙前および選挙の最中、で私の知る限り3つ刑事告発がされています。まあ、1つずつ今あの、その理由として、ですねべて取り上げておりますので、えー、順番にお話しいたします。まず、まあ、経歴詐称、まあ、選挙の前に、回、ま、路、あ、大卒業という経歴には重大な、えー、疑いがあるということで、はいえー、内股志郎弁護士はですね、えー、刑事告発をされています。 刑ジ告発に関しては、かなり個人情報が含まれているということなので、その告発状はあのちょっと提供していただけなかったんですけれども、刑事告発をしているということはもちろん間違いがないことで、まあ、新聞記事等をです、ねえー、証拠として出て提出でございます。であの、東京に住んでおられて、この話を知っている方で、あの普通にですね、えー、小池さんがカイロ大学を卒業したと信用している方が本当にいるのかなというような状況じゃないかというふうに私は。 これそもそも学歴詐称し,している人はすべ、まあ、てについて嘘をつくと思うんですけど、なんでそんな人に投用する人がいるのかってちょっと謎ですね。で、この間、立花隆さんが過去、その回路大卒業って書いていたとしても、今回それをこう選挙広報に載せなければ、今回は別にそれで訴えられることはないと言ってたんですが、今回も選挙の広報に回路大卒ってあの人は書いたみたいなんですね。前書いたやつは多分時効になるから、もう,もうあの、まあ、刑事告発されないけど、今回も書いたから刑事告発されたという。 ということだとだ思われますでもしあの卒業証書自体が神聖なものであったとし,たしてもですね、多分ですね、あの、まあ、名誉学位的なものであるあの、ネット上で検索いたしましたところ、例えば、まあ、お名前出して恐縮ですけれども、まあ、武田哲也さんがですねあの大学は本当は中退しておられるんだけれども、その後の活躍によって大学が卒業証書を発行したという、まあ、卒業したと認めたというようなことがございまして、まあ、そういう卒業なのではないかと推察しています。で武田哲也さんはあの 卒業したってをつかれたことは一度もなくて、まあ、中退はされておられるけれども、あのその後の活躍で大学が卒業生として認めるということで、まあと多分ご本人も喜ばれたでしょうし、世間もあ、まあ、素敵なことだなというふうに認めたんじゃないかと思うんですけれども、まあ小池百合子氏の場合は、ですねそれでは異なりましてですね、あのえ異なりましてあの、要するに大学を普通に卒業したというふうにあのえ言って、ですねまあ、一番最初の選挙から、あの 戦ってこられたなので、その虚偽事項をずっと公表されてきたというような事情があるかと思います。で、まあ、今回の選挙に関しましては、あの選挙候補にカイロ大卒というふうに書いてございました。カイロ大卒というふうに書いてございまして。まあ、実際に選挙期間中もカイロ大卒というのをですね。 あの書かれていたということで、で多分それを突っ込んで聞かれると困るというような事情があったのか、あのなるべく、えー、記者さんたちからの質問を受けないようにという形で、えー、選挙活動を展開されたのではないかというふうに推察しております。ただあの申し上げました通りにですね、ずっと、えー、カール大卒、しかも主席だということまでですね、検定されているようなところでもうからかわれているような状態なんですけれども、えー、そのようにカール大卒であるという、それがあの特別な事情であるということは公表されないままになさっているということなので、これは虚偽事項、公表罪に該当するのではないかと私たちも考えております。 また、ですね、地理利用による出馬要請依頼があったのではないかということで、都内の区市町村長の有志52名がですね、現職の小池と知事に対して賛成を目指して出馬するように要請したというニュースが流れてまいりました。はじめから、ですね、なんか怪しいなというか、このようなことを自主的に行うだろうかというような疑いを多くの人が感じていたところ、やはりそのような事実があったのではないかということで、こちらも刑事告発がなされておりまして、こちらはですね、刑事告発の書面そのものを証拠として提出させていただきました。また 地理用による夜選挙運動ということで、公、えー、務員の地位を利用して、まあ、新聞、その他の観光物を発行させておりということで、えーまあ、たまたま私があの気がつきましたところで、東京都聴覚障害新聞の一面に記事が載っておりまして、まあ、これをですね、まあ、違法というのは、ちょっと無筋なのかもしれませんけれども、選挙のタイミングに合わせて、このような記事が載るような活動を、地、えー、事はされていたということということで、こちらも証拠提出させていただきました。 これは2020年の時もコロナ茶番を起こした時に彼女はそのテレビにバンバン出てですね自分の顔を選挙前に打ったということも言われているのと、まあ、似ていることだと思います。その前回の方が問題だと思うんですが、今回の方がまあちょっと小さい新聞に載せましたということですね。 でまたあのいろんなところでいろんな方のお話を聞きますと、これまでの都知事はですねやはり選挙の時にそういうことを疑われるようなことは控えてきたという、ずっと長い歴史がございましたところ、そういうことをされないんですね、控えるということをされない、公務と称して、えー、選挙活動をされるで。このような彼女がありようというのが、ですねそもそも論として、まあ、経歴差しをしても平気な人間であるからあ、都知事の地位を利用して選挙活動をしても平気な人間なのであるというふうに私は感じております。でまあえー 務と称しての記者会見で、まあ、選挙運動に対することを、まあ、聞かれてから答えたということかもしれませんけれども、答えてそれが、まあ、ネット上のニュースになって、それがイコール現職知事の選挙活動につながっていくということで、こちらも刑事告発がされておりまして、えー、こちらも高、えー、第六号章ということで、新聞の記事でありますけれども、載せておきました。で、ネット上でですね、あの告発文があの公開されているということを今日伺いまして、あネット上で検索すればですね、告発状がをご覧にいただくこともできるということでした。で、また、来週およびこれは、郷原先生が、え受、ー、け、OK 事事を刑事告発されていたということで、稲村,せん稲村さんのですねフェイスブックにありました。で、警察とのやり取りの中で、刑事告発した文書を再度出し直したということがあったようなんですね。なので、この内容を山口さんに私がまあ教えさせていただいたという形になります。で、山口さんは結構あのちゃんと法律的知識をお持ちなのであの、証拠文書を この告発文を書く、異議申し立て文書を書くだけではなくて、それぞれの証拠文書を別点として付、えー、けた形で、東京都の選挙管理委員会に今回は異議、えー、申し立てをしている形になります。利益誘導ということで書かせていただきましたのは、ですね、1、まあ、つには、えー、小池候補が給与を半額にしているということで、これはあの大変人気があるわけですね。あのポピュリズムの第一歩ではないかと思うんですが、政治家が給与を半額にするというと大変人気がある。でこれも私はあの、 つい最近が土曜日に気がついたんですけれども、大震院の対象7年12月19日の判決があるんですけれども、それを3ページの括弧2のところに記載しておりまして、これ本当に皆さんに注目していただきたいんですけれども、その最後のところにですね、条例を持って報酬を支給しないことを定めたり、あらかじめこれを受ける権利を放棄することはできないということがですね、大審院の判決されています。なので、小池候補が行っております給与の削減の20%は50%ですね、削減するということをですね、今これも証拠提出しましたけれども、これは 定例,例会に、えー、提出されたもので、提出者が東京都知事、小池百合子、その、えー、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例というのを提案していて、その提案理由が、ですね都政改革のさらなる推進に向けた知事の決意および姿勢を明らかにするため、知事の給料等について特例措置を延長する必要があるというふうな提案理由が書かれておりますけれども、これは大審院の判例に照らしてみると、違法です、これは本当に皆さん認識していただきたいんですけれども、ポピュリズムをです、ね、否定することができるのは司法だけだというふうに私は感じております。えー、最後の方にはあのプラトン 要するに、えー、民主主義の最大の危険というのは、ポピーリズムに陥り、宗教政治に陥り、その委託一枚下はです、ね、先生政治に陥,るのだ陥ってしまうということを、まあ、2400年前にプロトンが指摘しているわけですけれども、だからこそ、立憲主義、私たちは法律を守らなければいけないということがありまして、だからこそ、私たちは今、こうして、世間の多くの人には人気がないかもしれませんけれども、あの給与削減というのは違法であると、あえて、ここで強くお訴えしたいと思います。えー、この記者会見で私が一番言いたいのは、給与削減などというポピーリズムに乗ってはいけないということです。もちろん、罰則としてですね、このような違反があるので、こんなにサボってる人の給料払いたく ないというのはもちろんそれを条例で決めることはできるでしょうけれども、自から進んであの、決意表明、都政改革のさらなる推進に向けた素敵なことを言って、自分の給料をあらかじめ削減するのは違法であるということを強く申し上げたいと思います。これはです、ね 給与を数百万とか1000万とか仮に削減したとしても、そんなことをしても48億円のプロジェクションマッピングとかをやっていればです、ね、そっちの方が大きいわけで、議員の給与は他国並みに下げる必要があるとしても、それを下げたところで無駄遣いの方がよっぽど大きいということをまあ理解する必要があると思うんですね。で、仕事をちゃんとするって政策をちゃんと実行していくっていうのが仕事が大事であって、給与を下げることをやったらなんかやってるというふうに見るというのは間違ってるというところは、僕も賛成して なんですがまあそれが一番言いたいことかどうかというと、まあ、僕はそう,そうでもないんですが、このまあ主張は正しいかとは思いますで加えまして、もちろん、ですねこれをあの違法だというふうに言うのは難しいことは承知しておりますけれども、えー、話題にはなりました、あの一万円ずつのですねあの低所得者に対する一万円ずつの商品券ないし、まあペイペイとかのポイントですね、配るというのを、本当にあの選挙のすぐ前にですねあのそういうことしますよというのを公表しまして。 選挙の最中にそのような通知が届きというような、あもう小池、小池、小池なんですね、選挙運動をしない、公務を優先すると言っていますけれども、公務としての選挙運動を続けていたのは明らかなので、これをやはりです、ね、こういうことをしないというのが、仁義と言いますか、たたまいとして、これまでの東京都知事はこういうことは行ってこなかったにもかかわらず、小池氏はやっている、そういうこととです、ね、今、もちろんあの当選無効ではなくて、選挙向こうのやり直しのです、ね、訴訟を NHK 党がすることになるんでしょうけれども。 そういうこの NHK 党のようなですね法律を逆手にとって何かをするというようなこととねつながってくるんじゃないかと思うんですね。そういう佇まいというか、そういうことをまあ最,後の最後にということでつつ書いておきましたけれども、まあ、安倍晋三氏がですねご飯論法などという言葉を生んだように、ちゃんと聞かれたことに対して、あさっての方向からしか答えないみたいなことを若い人たちに見せつけてるわけですね。総理大臣ご飯論法というのは、ご飯食べた食べましたか、総理って聞かれたらえ、ご飯は食べてないですって答えたらしいのです、ね、それはあのご飯食べてないけど、パンを。 パ,パンを食べるみたいな、まあ、そ,うそういうふうなことを,を言っているということですねあの、ちょっと違うから嘘を言ってもいいみたいな感じのことをご飯論法っていうらしいです。ちょっとこのやり取り、僕はあの原本、安倍さんとかがどういうことを言ってたのかよく分かりませんが、まあ、彼は嘘を何百回もついているということは国会でも、えー、立民が指摘していたと思います。論理的なないいいこことを回答してもいいあるいは東京都知事がこのような 今までの土地であったら遠慮して行,な行ってこなかったような法務と見せかけての選挙活動というのは平気で行う。なんとなればその人はですね経歴差しをして平気な人間だからなんですけれどもそれを見て育った若者はですねあ大学なんかでなくても適当にごまかしたらいいんだと思うかもしれませんしあの本当に都合のいいことは何でもごまかして使ってしまえばいいんだ。そうすると NHK とのような発想になって、まあ、とりあえず法律に違反しないから。 同じ党がですね20何人です、24人ですか、候補者を出して、ポスターをベタベタ貼って、しかもポスターの枠を貼るというようなことをやって、NHK 党の人たちの発想の根源は、小池都知事、または安倍晋三氏のような政治家がお手本を示してきたからこその、このような所業なんじゃないかというふうに私は感じております。えー、ル,ルールを申し上げましたけれども、私の著名に関する説明は以上です。あと、これに、あのこの訴訟といいますか、意義の申し出に賛同してくれた方がですね、51名いらっしゃいまして、その中から、あの 登壇していただきましたまたあの東京にお住まいではないのだけれどもあの、寄付を寄せてくれた方もいらっしゃいまして、えー、一番向こうに、えー、座っておられる近野さんはあの、山梨在住の方なんですけれども、このような動きに賛同するということで、えー、今日いらしてもいただいております、えー。順番にお話をしていただこうと思いますので、あの近野さんいかかがでしょうか、はい、全体の動画はですね、また別の方が上げてくれると思うので、今日はちょっとはしょって、えー、私のところに飛びたいんですが、えー、近野さんが言ってたのは、先ほどお話があった、まあ、橘隆さんがやったようなことは、 おかしいいんじゃないかということを一番主張していたわけですし、まあ、しかし僕はそこは賛同していないわけで逆に名前だけ載せてる主要な、えー、候補のポスターよりも立花さんのやってる取り組みの中でまともな意見を言っていたポスターも他に結構いくつか私は見ているのでどっちかというと主要な 候補のくだらない名前だけ書いた売名ポスターよりも、立花さんがやっている中で正しい意見を主張していた人たちがいるというふうに僕は思っているので、ちょっとそこは山口さんと今、えー、野さんとの考えは全然違う、まあ、それぐらいの枠を外れた行動をしないと何も変えられないというふうに僕は思っているわけです。あとは最後に今野さんが、えー、こういう異議申し立てというようなことをしたとかということを、 ここに参加していた、まあにえー、十数名ぐらいの NHK はじめ各社がどのように報道するかということをちゃんと見たいということを最後におっしゃっておりましたれ、そしてそれがどのように報道されるのかを私はこの目で、この耳で確かめたくて、山梨から今日はやってまいりました。以上でですすここから僕です、ねはいえー 隣に座っているポンノさんと一緒に日米合同委員会の廃絶でもなどをやらせていただいている真田と申します。えー、今日は参加しているそれぞれあの考え方はいろいろだと思うんですが、まあ、選挙に対して異議申し立てをするというところのこ考えは一致していると思っていますで。私が大事だと思うのは、形式的にまあ選挙がなされたということではなく、実態的にそれが本当に公平で公正な選挙が行われたかどうかということがまあ大事なんじゃないかと思います。で私たちは都民でありますが、まあ、国に対しての主権者であり、都に対しても主権者であるので、選挙前、選挙中、選挙後において、これらの公平性、まあ、 公正性が正しく保たれているかということを、どの行政の運営、小池さんの立ち入り振る舞いすべてをまあ監視、管理していく必要が主権者としてあると思っています。で今回、やっぱり報道の問題が大きかったと思うんですが、まあ、それは今までの選挙もすべてそうだと思われますが、えー、私は今回、中野区の開票所に見に行きました。で一票票も開いていないてな状態でで時の段階でマスコミは投票 の確定まあ、当、え、確、ー、を出しましたが、あの中野区では9時に開票の、えー、スタートっていうのが、その責任者によってされたわけです。つまり、1票も開いてないのに当確を出して、おめでとうとかありがとうとか言い合っていると。この時点で、選挙の無効化、投票の無効化、民主性の破壊をマスコミがしていると私は確信しました。ということで、まあ、選挙そのものを公平にしていくということが必要だと思うので、私は全ての票が開き終わるまでは、当確なんてことは一切言うべきではないというふうに、まあ、公職選挙法の改正をすべきだと思っています。それから、まあ、この開票の問題もありますが、えー、公平公正な選挙ということで言えば、まあ、最初から4人の 主要候補者というのに絞られて、えーまあ、選挙戦が展開される、ほかの方々の意見というのは全然、まあ、取り上げられずにです、ねあの、投票者、選挙民の認知に4人しか上がってこないというような状態になったからこそ、ゆがんだ票の。 得票率が100万人人超えるる何人かにに限られるとといいう形になったと思った思ていますで選挙の争点というものが何なのかということを知らずにですね正しい情報なしに、えー、履行している人の政策を知らずに選挙をするということ自体がそもそも公平公正な選挙ができていないと私は考えるわけです、まあ、一番今回本当は争点になるべきだったことは小池さんが4年間何やってきたかその前も何やってきたかということなんですがあまり報道されてないですが2022年の8月16日だったと思うんですがグローバルダイニング社との,あの裁判において小池さんの出した営業時短命令は違法だと東京地裁が出した内容が確定が しています違法な営業時短命令を小池都政は出したということです。これから同じように、ですねまたウイルスコロナ茶番みたいなのが作られたときには、あの人は同じように権限を逸脱して、裁量権の乱用をして、違法な営業時短命令をして、東京都民の経済を破壊するという,ようなことをやると思います。そうすると、東京都の人口が多いんですので、国全体に対する影響も多いということで、まあ、冒頭に申し上げましたみたいに、選挙中であろうが、まあ、選挙前であろうが、選挙,で選挙後であろうが、その行政がどのように行われているか、選挙がどのように行われているかということをわれわれ支者がです、ね、管理、監視していく必要があるんじゃないかということで、今日は、えー、意義申し立てに賛同させていただいてこちら 受けさせていただきました。以上です。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。